ちょっと行ってみましょうか。はい、行ってみましょう。これはすごいですね。すごいね。BBQ ってとこを見てもらう。今日はなんと横浜市の有名なワールドインポート2、しかも今日は JP さんとコラボでね。 JP 行きつけですもんね。まあこれまあ毎週毎日毎週毎いつも来ますよね。ちょっと声の解説をしてもらうと思います。はい、これ一番。まずデオルトですか。デオルト電気屋向けのなんかコーナーあります。電気屋向けのコーナーっていうとね、はい、背中だけは映してもらって。 OK です。背中だけはファンキーな JP さんの後ろ姿です。ティンバーランド。いや靴はティンバーで。あ、店長写しても大丈夫ですか。はい、こんにちは。あ、樋口店長、おしゃべり店長って、ね、はい、書いてましたね。後でまたゆっくりいろいろ教えてもらいます、はい、お願いします。でね、私ここで買った一番気に入ってる、はい、JP さんおすすめケーブルストリッパーっていうのがあるんですよ。ほう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 。ここにあった皮むきですか。そうですね。どこ行っちゃったかな今ね。でも欲しいのはクニペックスの、はい、ケーブルストリッパー。この風景撮ってもらっても、クニペックスの壁ってみんな呼ぶんですけど、ちょっと行ってみましょうか。はい、行ってみましょう。誰もが登りたくなる壁っていうのがね、これやっぱ東京でもクニペックスは人気なんですね。クニペックスって言うともうここ、おー、何これ、なんすかこれ、セット売りみたいなのされてるんですね。なんなんすかこれ、壁。え、この黄色もクニペックスですか。もうすでにクニペックス。おー、やば。一個一個見てるとね、多分明日来ちゃうんですね。ね、あ、入ってないやつもあるんですね。入ってない時はね、たまにあるからね。これの型番なんですか、BQ とか。型番なんですね。へー。これはすごいですね。すごいね。BBQ ってとこを見てもらうと、バーベキューって、はい。バーベキュー、バーベキューもあるんですね。バーベキューもありますからね。何これ。六角の、六角のやつですよ、ね、僕ら使わないですね。車屋さんが力入れるときに使うんですけど、ね、うわ、えげつないレッツエッセンドラ。えげつないっすよね。これって3番とかのレベルじゃないですよね。もう6番とかレベルがもう7、8 ね。うわ、クニペックスの風船もある。こういう感じなんですね、裏側って。はい、リトルジャイアント。ボルダリングしちゃダメですからね。ボルダリングできそうですね。結構強いんじゃないですか、これ。しちゃダメですからね。しかもこれ、一個ずつビス打ちしてますね。はい、ビス打ちがね、やっぱうまいんですよ。これ大変でしょうね。プロの仕事。これ、組み立てる職人さんのプロさがやばい。なんとか屋って言うんですよね。なんとか屋なんですよね。この辺、車か。この辺、ストリッパーですね。お、来ましたね。オートストリッパー。こういうの使います？これ買いましたね。あ、買いました。富士屋の。あ、何に使うんですか。 VA とかですか。何も使ってないです。買っただけでね。とりあえず買ったけどってやつですね。へえ、こういう感じで撮影するんですね。そうなんですよ。 YouTube っていうのすごい。電気は YouTube。 いつもアドリブでやってます。アドリブなの。本当アドリブですね。はい、カットないですね。はい、JP さんもアドリブでしょ。アドリブ。アドリバーです。アドリバーですね。アドリバーです。これがJP さん持ってはないんですか、これ。これ持ってるんですよ、2つ。あのパチーンって、もう常にね、はい、ポケットに持ってます。あの、押すポンチより使いやすいですか。もう、引っ張って叩くだけで、もう、あの、コンビニでね、絡まれた時はこれです、ね、武器は。これ、大きさがちゃうんですか。点か線かみたいな。あ、なるほど。点でね、ガーンって。はいはいはい。いきますからね。そんな強いんや。すぐ穴開きますからね。あ、穴開けれるんですか。穴開きなんですよ。へえ。あの、ドリルで穴開ける時のマークじゃなくて。マークではなくて穴開け。穴、あの、まあでも墨出しポンチ。あ、はい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 。ポンチングスタイルって感じ。ポンチングスタイルで。お前のポンチってこと。お、撮ってますね。はい、この辺でかいですね。この辺は僕ら使わないですね。いや、使わないっすよね。インチみたいな表記。インチだね。あ、ネジザウルスや。ネジ、あ、分かるんですね、はい、プロですね。ネジザウルスくん。ザウルスなんですね。はい、
ベタって有名なんですか？これは有名らしいですよ。車屋系ですかね。車屋なんですかね。あ、すげえ、こんなんあるんですね、はい、あら、これクニペックスファン、クニペックスファンはたまんないですね。これおしゃれ、ボッシュの6倍ぐらい、かわいい、ボッシュの6倍の値段です。6倍の値段で、6倍の値段、はい、ダウンライトじゃないかな。開けへん、開けへんねえ。ハマゲン赤い、こうか、あ、いいじゃん、もういいですね。これが7000円か。1個7000円なんですかね。4つの2万8000円、高級品ですね。なかなかえぐい。お客さん来ました、お客さん来ました。あ、こんなも売ってんねや。どんなものが、どんなものに興味が。これ加工するときめっちゃ便利ですよね。あったらやっぱポニーですよね。有名ですか？わかんないです、初めてです。ポニー、ポニー、ポニーテール、これ買おうかな。ポニーテール、ポニーテールです。テール、ポニーテールシュッシュって言いません？シュッシュ、 AKB の歌でありそう。これゴリラですか？ゴリラ、うわ、これ乗りたいな。乗りたいですよ。ちょっと乗ってみないですか ねえ。これ何かっこいい、すごいですよね。4輪、3輪、あ、スキーとかの、あら、本当だ、やつになってるんですね。本当だ。あ、これ番決戦とかするときに、あ、いいです ね、 ね、お尻痛くならないやつってこと。結構硬い。JP さんがフェスティバルに行ったので僕一人での撮影となります。これがクニペックスの壁と呼ばれるところで、結構車関係のツールが多いですね。サマーセール、何やろこのスポンジみたいなやつは、工具刺すやつかな。ビット刺したりできるやつっぽいですね。ワールドインポートツールズ、こんな感じです。メジザウルスくん、これなんかいいですね。65,000円。現場とかに、おー、これ端子分けたりする箱っぽいですね。タイヤもついてると、これいいな、現場持っていくのに。これがすごいらしいです、ポンチ。あ、これもいいですやん。え、これどうなってんの。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。